アナザーとアザーとかなんか聞いたことあるね。違い分かるかな。いやいや悪くないんだけど、ここでちょっと覚えておいてください。このアナザーとかアザーとかよくわからんなという人がいるんだけれども、ちょっとこれここで説明しようね。例えばで4個ぐらいね、こういう風になんかじゃあみかんにする、なんでもいいけど、うちらがお母さんにみかん行こうっつって、ね、ここが最初のやつは1じゃないですか、ね、じゃあ残り何個か残ってるわけですね。残り何個か残ってる中でもう一個ちょうだいっていう場合っていうのはアナザーです。小さくも気にしねえさ。でまあ残り3つだよね。例えば何個か残ってる、もう一個ちょうだいっていうのはアナザーです。2つのことですね。もう1個ちょうだいっていうのもアナザーとか、で最後の1個になったらこれのことを何て言うのってアナザーじゃないです。もう最後の1個決まってるよね。だからこの最後の1個はディアザーになるんです。ここまでありますか。このザっていうのは、まあ、イメージとしては限定を表す、まあ、みんなでこうザって言って指させるっていうのね。例えばアブックって言われてもどんなものかってわからないですよね。でもザブックって聞いたら、ああその本ねってわかるわけ。だからこのザっていうのは限定されてるっていう意味。だからアナザーアナザーアナザーっていうのは残りのうちはどれかわからないわけです。でも最後の一つっていうのも絶対それってわかるわけですね。だから残った最後のものはアーサー、ここまでです。意味的には全部一緒なんです。別にもう一つもう一つって意味ですけど、アナザーとディアザーの違いっていうのはこれが違いになります。